こんにちは、速稼塾の久保です。今日は1月2日になりましたかね。吉谷さん、忙しいですね、やっぱりね。いや、私ね、動画をアップロードするときにネタがないっていう人のことが全然ちょっと考えられなくって、いや、ネタあるんで分けようかって言いたいぐらいですよね。吉谷さんもこれから動画30本アップロード、もうそろそろ終わってる頃だと思いますけども、私もね、元旦から50本ぐらい動画をアップロードして、個別も送りましたし、全体も送ったりとかね、あとはストックも作りましたね。でもやっぱりお正月らしいこともまあまあしましたよ。おせち料理食べに行ってね、私実家がそばにあるんで、実家の方に大和くんと一緒に行って、でね、素敵な時間を過ごさせてもらってね、のんびりと過ごして、その合間に動画アップロード動画アップロードと、はっきり言ってね、お正月過ごすだけでもネタがね、もうワンサとあるみたいな感じですよね。で、3時間でもメールソフトを開けないともうブワーッとメールが来てるんで、じゃあその一つ一つに動画返信はちょっと無理なんで、もう今回は本当にね、目についたのだけ、本当に抽選でガラガラポンでね、何件かに送らせてもらいましたけども、全部送ってたらね、多分未だに動画作ってますね。じゃあそれだけじゃないんですけども、やっぱりね、ネタを探すっていうのと、ネタを提供していただけるって環境、ネタを提供していただけるってことは何でかっていうと、自分がアウトプットしてるからなんですよね。そこに尽きると思います。で、私の場合はいつもね、オープニングで速稼塾の久保って言ってますよね。速稼塾ってもうね、速稼塾って言葉がすでにいろんなことを意味してるわけなんですよ。だから問い合わせがあるってことにもなりますけども、こういうふうなね、塾名をことさらにセンスよくネーミングアップしなくても、自分が何者なのかって答え、伝え続けることによって、きっとね、吉田さんじゃないですけども、自分ってものを認識してもらえると思うんですよ。そっからが全てだと思いますよね。私の場合はすでに速稼塾の久保が一つのキーワードになってますんで、今更ね、久保ですっていうふうにはならないと思うんですけども、まあでもね、いろんな表現方法ある中で、まずはやってるかやってないかってところ大きいですね。で、1月1日って一つのきっかけになるんです、実は。年末年始とかね、今年から始めようと思いますっていうふうな動画を1本アップロードするだけで、もうね、2日目もやりやすくなるんですけども、1月1日に今年もよろしくお願いしますって動画すら出せない人って、じゃあ1年の一体どこできっかけ作るのかなと思っちゃいます。ということで、今回も1月1日に私のね、速稼塾のメンバーの中でも動画をガンガン作る人、動画をとりあえず始めた方、全く始めない方、これ結構分かれてくるんですよ。初速が最大速って言いますけども、私はこう思います。こうも思うんですよ。それはですね、実行が最大の準備だとも思うんですよ。だからまだ勉強中なんでやってませんって人は、それはね、永遠に勉強してればいいと思うんですよ。その方はね、始まらないと思います。勉強っていうのは結局アウトプットで完成するんですよね。自分で学んだこと、中田敦彦の YouTube 大学でも同じなんですけども、中田敦彦さんが学んだことをホワイトボードを使いながらアップロードすることによって、アウトプットすることによって、中田はインチキだとかね、嘘だとかね、この野郎都市伝説だみたいな文句が来るわけですよ。だからこそやり取りが成り立つんですよね。で、中田敦彦さんが自分一人で勉強してきて、一切 YouTube をアップロードしなかったら何も起きてないわけなんですよ。中田さん一人が賢くなるだけで、何もなんないんですよね。だからやっぱ表現をすることっていうのは、インプットすることの完成形になると思うんですよね。だから表現をしなければ、使わなければ、もうインプットも何もないわけなんですよ。だったらもう勉強しなくてもいいやって形になるんですよね。そして今回の動画の最後のオチになりますけども、よくね、10代の中学生高校生が数学とか歴史とかをちょっとね、例にとって、こんなこと勉強して将来人生に役に立たないんじゃないかって言うんですけども、私はそれに対して答えがあるんですよ。将来役に立つよって、絶対役に立つよって、とりあえずお前試験が来週あるだろうって、将来役に立つじゃんってことなんですよね。だからその、何でもかんでもね、その未来永劫役に立つものを探していったら、それは分かんないですよ。特に今回の感染症なんてのは、研究者はほとんどいなかったわけですから、だから右往左往してるわけですよね。で、ワクチンができたよって言っても、結局ね、インチキなワクチンが随分出されていて、それが今回収されてみたいなことになってますしね。だから私たちはね、本当に今日役に立つことをやればいいし、せいぜい明日役に立つことをやっておけばよくって、じゃあ未来永劫役に立つことを探しているうちに人生終わっちゃいましたってことなんですよね。まずはいろいろやってみて、それが今日役に立ったのかどうなのかってことを全てアナリティクスとして自分のストックしておけば、それが全てのね、インプットアウトプットの完成形になると思いますよね。だからアウトプットしなければ分かりません。アウトプットしない人はインプットも全部無駄になると思います。本当に自分がなんとなく賢いつもりになっただけで、それがどこまで通用するのか分かんないまま日々が過ぎていくということなんで、今年ね、何かを始めようと思う方、飛躍の年にしたいなってよく言うんですよ。飛躍の年になんないからって、それはだって飛躍するどころか一歩踏み出してないわけでしょ。だからインターネットでビジネスする人が YouTube をやらないっていうのは、まさにね、第一歩踏み出してないこととイコールなんで、絶対稼げないです。だからプラスね、稼いでますっていう人に限って YouTube やってなかったりするわけですよ。だからあなたは稼いでないでしょって、すぐに一発で見破れますよ。
業界でこんなことが流行ってますって言っても絶対流行ってないですからね。だからICO とか暗号通貨とか当てにしちゃダメですよ。だからそういうものではないです。まずは自分がことを起こしてるかどうかってことにつきますからね。ことを起こしてない人が急にお金持ちになったり、なんか成功体験語れたりってことはないですからね。まあそういう詐欺師みたいな人もいましたけどね、去年はね。今年はね、詐欺師を避けていけることを本当にね、皆さんにも望んでおります。ではいってらっしゃい。